建物を設計してる人間も友達いるんですけど、やっぱりよく手書きでやるよなっていうのはよく言われますね。CG でもできることをあえて手書きにこだわり描き続ける。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家西岡亮太。子供の頃からハリウッドの SF 映画が好きだった彼が、芸術を志し表現するもの、具体的な作品でいうと「ターミネーター2」とかの映像表現にこう衝撃を受けて育った世代なんで、やっぱりこのジェームズ・キャメロン監督っていうのが、科学技術がこう順当に推移したらどうなっていくかっていうのはすごく明確にビジョンを持ってる作家で、スター・ウォーズとかだったらこうよくわからない光線銃とか、そういうまあいわゆる指向性エネルギーの兵器っていうものでこう戦ったりするんですけど、ターミネーターに出てくるようなマシンっていうのはこう、まあ、現代でも用いられているような技術をこう表現されているので、映画の世界で使われているこうオフライン CG だったりとか、そういうものの表現にはすごく影響を受けていると思います。しかし西岡の描くものにはある共通項が。よく人物はなぜ出てこないのかというふうに質問されることが多いんですけど、やはりこう人物っていうものを描いてしまうと、建物自体がただの背景のようになってしまうので、明確なこう自己意識を持った人物とかはなるべく描かないように気をつけています。人物は描かず、巨大建造物だけで訴えるもの。まあいい面も悪い面もあり、大量生産大量消費の社会に対してこう警鐘も鳴らしていかなければならないなっていう、人間の活動だったりとか、はい、まあ、欲望、そういうものの性の側面、負の側面っていうものを表現したいと思っています。巨大建造物が訴える未来、そんな西岡亮太のブレイク前夜。まあ、自然を破壊するっていうことはすごく背徳的な行為ではあるんですけど、やっぱり人間って多分完全に原始時代に戻るってもう不可能だと思うんですよ。多少破壊しながらでもちょっと何が何でも生きていかなければならないので、やっぱり自然とのまあなんていうか妥協点をこう探りながら、これからも生活していかなければならないんじゃないかっていうことですね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家金丸雄二のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。